吉田さん、物事を突破するその原動力っていうのは人それぞれだと思いますし、行き当たりばったりだったり勢いだったり運だったりすると思いますけども、私はね、罪隠さず言うとやっぱ見えなんですよ。なんかよく見られたいとかね、俺でいてすごかったろうとかね、家族にとってもお父さんがお父さんでよかったよって思わせるような、そんな親父でいたいなと思いますしね。例えば奥さんから見て、あなたと結婚してよかった、あなたに惚れてよかったって思われるような俺でいたいなと思う。本当に見えなんですよ。でも私は他者の評価をね、それほど拾ってないんですよ。多分自分で想像して、このぐらいやったら一目置かれるだろうみたいなね、借金3000万抱えてもビビらなかったらすげえなと思われるだろうみたいなね、常に架空の他者をイメージして、その他者からの評価ってものに対して私は挑んでいるって感じですかね。だから具体的に誰かから話を聞いたりとか、私の評価がねどうこうあったっていうのを調べようと思いませんし、全部私の中で起きてることなんですよ。だからね、誰に誇るでもなく、誰の評価を気にするわけでもないけども、私が客観的に私を見た時に、久保哲郎はこうであれよなみたいな、そんなメッセージを自分に対して込めてるってことなんですよ。だから全てが自己完結なんですよね。借金がいくらあってもビビらない私、それからやる気になればできる私で、誰よりも自由に暮らしてる私、隠居みたいなふざけたことをやりながらでも物が売れる私、頼ってきてる人、頼ってきてくださる人になるべく向き合っていく、真摯に寄り添っていく姿を見せる私とか、だから結局できない、わからない、やらないっていう風なことは私にとっての敗北宣言なんですよね。だから、ああできるできるできるみたいなね、あそんな簡単だよみたいなところからスタートするんですよ。で、安請け合いしたやつで後悔しながらも必ずそれを突破するみたいな、そんな繰り返しですかね。だからね、見栄っ張りですよ。車によくやられるって言いますよ、男の見栄っ張りは。どういう風に見られたいかね。R34確かに欲しくて買ったんでしょうけども、やっぱりね、評価は集まりますしね、それに対して少なからず、あなんかこの車に惚れてよかったなって思ってるんじゃないかなと思いますし、私もね、あんなナイト2000とかレプリカ、見栄以外の何物でもないですよね。自分でも欲しいという欲望はありますけども、やっぱりこう車が有名人で乗り手は一般人なわけですよ。でもナイト2000を持っている何々さんってことでちょっとだけね乗っかれるんですよね、車だけに。それに加えて、私今今度はね、レクサスはやめたんですけども、セルシオの方ちょっとねもう一回乗ろうかなみたいな、要するにサブカー、そして3つ目の3代目のメインカーもまた排気量でかいという4300というね。ベルファイアも確かね3500でしたっけね、私の3500、ナイト2000が5700で、今度のが4300なんで、全部合わせて1万 cc という排気量ね、1万ズというね感じで今回は終わっときましょうか。1万ズでございます、1万 cc 吉田さんもかなりの排気量ですよね。私たちの人間の排気量がそれほどないのにね、マシンだけはね金食い飯ですよね。でもね、ほんとね、そんなバカなことを考えなければ、なんかね、健康に楽しく生きていこうと思ったら、確かにお金はそんなにたくさんは必要じゃないかなと思います。もちろんゼロではダメですけども、堀江さんじゃないですけども、10万前後あったら、地方でね、本当にゆっくり暮らせると思うんですよ。私の速稼塾の弟子で、鳥取か、鳥取に家賃1万円の一戸建てを借りて、一戸建てバカでかいんですよ。で、近くに民家がないんで、行ってみれば庭も莫大広いんですよね。そこでゆっくりと精神修行しながら、たまにオフ会やったりとかね、なんかフリーそうめんの会とかやってるらしいですよ、フリーメイソンにちなんで。で、楽しい生き方じゃないかなと思います。それもそうなると月に10万円でいいんだったら、それこそね、週に何回か、月間で10日とは言わないけど2週間ぐらい働くともうできちゃうんじゃないかなと思いますしね。もちろん家庭を養うっていうのは無理なんで、家庭が欲しいっていう風になるとちょっとプラスアルファいりますけどね。けどなんか自由に生きるって、今は精神的に自由でいることってかなりやれるんじゃないかなと思うんですよね。最低限スマホ1個あったらできるかなと思いますし、私もその何ですかね、ホームレスをやった時って、iPhone とタブレット、この2つが私の資産だったですからね。それでもやっぱり生きていけたというか自由にやっていけましたからね。
まあ、精神は自由でした。なぜなら欲しいものがなかったからなんですよ。ただやっぱり無理はきますよね。私は元来そういうふうな見えっぱりなんで、やっぱりね、アイテムに頼るところがありますからね。俺はこれを持っているみたいなところやっぱりあるんですよ。恥ずかしげもなく私言いますけども、所有物によって私は自分の自信をいただいているところがありますし、衣食住によってもかなり支えられてますからね。なんかやっぱこう何もないとやっぱ見られたくない自分っていうのが確かに存在するんですよ。当時はそうでした。ホームレスの時はね、バレたくなかったですよ。終わったからホームレスですよとかね、終わったから牢屋にいましたとか言いますけどね、その時はとてもじゃないけども、こんなかっこ悪いとこ見せられるかと思いましたよね。だからこそ這い上がるエネルギーもなったのかなと思いますけども、うん、まあそんな感じでしたね。だから見えっ張りビジネスってやつですか。なんか昔ね、いろんなプロモーションがあったと思いますけども、なんか、ね、平成のガリレオとかありましたね。平成のガリレオ、こんなんね、平成のガリレオどうなってるんですか。あの凝ったプロモーション動画撮ってね、あれも確かマトリックスアフィリエイトの次ぐらいだったのかなと思いますけど、次から次へと出してきて、今どこに行っちゃったんだろうみたいなね、そんな感じですけども、まあそんな感じですかね。見えっ張りビジネスです。いってらっしゃい。